北海道ほどじゃないんだけれども、青森もね、マイナス10度とか、まあ、めったにないかな、10度はね、マイナス10度、平地ではね、行く寒いところではあるのよ、やっぱり。今朝もマイナス8度を下回って、寒くて寒くてさ、ね、布団から出れなかったんだけども、それでもこうやって倉庫の中で、やっぱり仕事をしなきゃいけないわけじゃん。で、倉庫は、家はね、断熱材がいっぱい入って、ストーブも設置されてるんだけども、この部屋は、部屋発が車庫なんだよ、倉庫はね、断熱材は一切ありません。で、ストーブもあるにはあるんだけども、反射式のね、あるんだけども、全然意味ない。だからやっぱり防寒対策、自分の体で防寒対策することが必要なんだけども、その時におすすめのものを、まあ、2つね、教えたいなと思うんだけれども、まず1つはね、手だよね、手。この手がね、冷えてしまうと、作業できないじゃん。冷たくて冷たくてさ、細かいものも触れない、掴めないって なるんで、痛くなってきて、しも焼きになったりすると、もうどうにもならないくなっちゃうから、その時必要なのが手袋なんだけども、それが、このね、テムレス。ね、テムレス。これね、屋根の雪下ろし用仕事をね、教えてくれたね、人たち、みんな使っててね、どうなんだろうって買ってみたのよ。そしたらね、すごいあったかいの、本当に。中がね、ほら、裏肝になっていて、これもあったかいんだけども、とにかくね、マイナス10度で、吹雪いてる屋根の上で雪の下ろししてても、全然冷たくならないの、これ。ね、これ新色なんだけども、確かね。青いのが昔からあるやつなんだけどもね、防寒テムです。これがあったかくてさ、本当にいいものを教えてもらったと思って、これのでも一番の特徴は、寒くても、ゴムが硬くならないっていうことでさ、本当にね、助かる。作業できるし、まあ、細かいことは、細かい作業はできないよ、ちょっとね。この、ゴワゴワしてるしさ、ね。細かい作業はできないけれども、ね、これをつけてれば、全然、手が冷たくならなくて、かじかむこともなくて、いい、本当に。ね。だからこのテムレス、1500円ぐらいで近くの、税抜きかな、税込みだと1500以上になるから、まあ、1700円ぐらいで売ってるんで、ネットだと1400円とかのもあったはずなんで、ね、これね、テムですね。おすすめ、本当に。南の方だって寒いって言った、暖かいって言ったって、こっちから見れば暖かいけれども、マイナス2度とかなったりするしさ、一桁の中で作業してれば冷たくなるじゃん。だから、南の方、青森から見て南の方の人、東京とかさ、静岡とかでも寒いのは俺知ってるから行ってるから、ね、そういうとこでもやっぱ買ってみてらいいんじゃないかなって思います。このテムレース、ネットでも買えるんでね、おすすめ。で、もう一つがね、これ脱ぐな。もう一つが、この中に来てるんだけども、ね、ちょっと色分かりやすくするから、ほら、こうやって、ね、発熱ベスト。ね、発熱ベスト。よいしょ。これ袖がないのがね、ちょっとね、残念なんだけど、要はね、なんか、通販のね、ところの社長が出てさ、いろいろやってるけどさ、CD とか DVD とか言ってる人ね、あそこでも前言ったけども、モバイルバッテリーで、つないでヒーターを発熱するやつ、本当にこれあるだけであったかいので、これを着た上で、もう袖がないから寒いから、ね、大きいサイズの俺昔の、ね、ドカジャンってやつ、ね、これ 4L103kg だった時のさものなんだけど、ちょっとでかいの着るともう穴がポッカポカでさ、あったかいのよ本当に。ね、これはね、やっぱ必需品、ね、マイナスの世界で仕事するんだったらね、発熱ベスト、これね、前昔なかったのよね、10年前とかはね、最近はいっぱい出回って安くなってきて、で、このベスト自体は8000円台で買ったかな、うん、7000なんぼ、まあ、8000切るぐらいで買ったんだけども、調べたらね、このモバイルバッテリーね、同じ型でさ、調べたのよ、ネットで。そしたら、それだけで8000円か9000円してたのね。まあ、メーカーの在庫処理なんだろうけどもね、これつけたのおまけでさ、いっぱい在庫が余ってて、そうするとほら、モバイルバッテリーの寿命とかもあるから、安売りっていう感じでやってたんだろうけども、戻すとこだった。危ない。うん。まあ、そのくらいさ、ね、で、このベストも入れて、モバイルバッテリーの新品の時よりも値段が低い、まあ、中古のバッテリーかもしれないしね、在庫が履けなくて、在庫消化したくて安売りしてたのかもしれないけども、でもそのぐらいの値段で買えるの、1万円しないのさ、このベスト。
袖ないからちょっと寒いけども袖ありつくってほしいなって思うんだけども、まあ、あるかもしれないけど、まあ、それでもそれを着て大きいサイズのものを着れば全然あったかくて、ね、作業もはかどるっていうか全然苦じゃない。この冬のマイナス8度とかさ10度とかなっても全然苦じゃない。北海道は知らない。北海道もっと寒いからね、あの北の方行けばね、そこで通じるかどうかは分かんないけど、青森ぐらいだったら大丈夫、全然問題ない。このテムレスとこれがあれば、これに防寒の長靴とかあれば最高だろうけど、防寒の長靴はないね、まあ、一応冬の長靴なんだけども、俺普段履いてるのが三つ馬のね、あったやつ。これはそんなに防寒ではないかな、まあ、でも一応裏肝にはなってるから一応防寒になってる。寒くはないよ、これで十分十分、うん。で、この格好でやってるからね、特にYouTube の動画を撮るときとか、ここでね、あのスコップを研ぐとかオイル交換するとか、そういう動きのない仕事をするときはすごく寒いのよ。耐えられない、これなきゃ。屋根の雪下ろしだったらね、あの汗かいて全部脱いでしまうぐらい汗かくんだけども、マイナス10度の中でも熱々ってなるんだけども、こういう倉庫の中で動かない作業ね、YouTube の撮影、さっき喋ったけどもね、ちっちゃい道具の整備とか手入れしてると寒くてとてもやってられないの。やっぱこういうのがないと無理、本当に。だから寒くてね、困ったっていう人はね、これ使ってみてほしいの。テムレスとかね、ね、テムレスおすすめなんで、とか防寒ベストとか着て上に大きいの着るとかね、全然違うんで、まあ本当に寒さに困ってる人いたら使ってみてほしいなって思います。青森の冬全然問題ない、これで大丈夫。本当にいいもんだ、あの仕事で使うもんってのは。あのデザインとか、ね、かっこよさ可愛さとかはないけれども、本当にいいもんなんで、寒さに困って作業してできない、仕事できないっていう人もしいたらね、南の方の人とかでも、ね、いたらね、一回試してみてほしいなって思います。テムレスとか防寒ベスト、本当にいいもんなんで、おすすめです。